本が世界に誇る文化、アニメーション。その名作を語り尽くす BS アニメやわ。今夜取り上げるのは新世紀エヴァンゲリオン。アニメやは司会の乾きみこです。岡田斗司夫です。今回は、この2人を見れば分かると思うんですが、新世紀エヴァンゲリオンです。とうとうこの日がやってきましたね、はい、これね、受注生産だそうで、こちらの方はね、アスカの方はポーズ固定なんだけども、はい、綾波レイの方はちょっと全身関節が稼働する、かなりこだわりのやつで、いわゆる給料初任給2ヶ月分3ヶ月分というふうに言われる、かなりお高いものをスタッフが用意してくれましたね。なるほど、そんなエヴァですから、お待ちかねの方も多いかと思います、今夜はスペシャルバージョンです。特別ゲストもお二人お呼びしております、どうぞ。エヴァンゲリオンの仕掛け人プロデューサーの大月俊道さんと、ヒロインのアスカを演じた宮村優子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。放送から10年経ちましたけれども、大月さん、その頃のことはまだ覚えてますよね。作品の中身のことはあんまりよく覚えてない、大月さんこういう人なんで、今日はこういうペースで話しましょう。はぐらかされそうですけれどもね。そうそうそう、なかなか、宮村さんは今振り返ってみて、この作品って、そうですね、当時新人だったので、いつもものすごく緊張してスタジオに行ってたのを思い出しますね。せっかくですからね、アスカの声で一言いただきたいですよね。はい、わかりました。僕は静かにしてますから、多分みんな録音してると思います。あんたバカ。ありがとうございます。しびれますね、みんなこれをちゃんと着メロにしたりするようにね、早速参りましょう。エヴァンゲリオン、どんな作品だったのか、知ってる人も知らない人も、まずはこちらをどうぞ。1995年から96年にかけて放送された新世紀エヴァンゲリオン。監督は実写アニメ両ジャンルで活躍する庵野秀明。熱狂的なブームを巻き起こした本格派 SF ロボットアニメだ。勝ったな。時に西暦2015年、使徒と呼ばれる正体不明の生物が次々と日本を襲う。どこから現れたのか、その目的は。使徒に対抗するのは国連直属の特務機関ネルフ。エヴァ初号機発進準備よろしい。これよりゼロ号機の再起動実験を行う。第一次接続開始。顔、巨大ロボット。ネルフ総司令碇玄道の息子碇真嗣は14歳の少年。ある日突然エヴァンゲリオン初号機のパイロットに選ばれる。これも父の仕事ですか。そうだ、久しぶりだな父さん。やります、僕が乗ります。紫のボディはシンジの乗るエヴァンゲリオン初号機、青いボディはエヴァンゲリオン0号機。パイロットに選ばれたのは寡黙でミステリアスな少女、綾波レイ14歳。赤いボディはエヴァンゲリオン2号機。パイロットは貸し切れプライドの高い少女、総流アスカラングレー14歳。シンジなんていなくったって、あんなの私一人でお茶の子さいさいよ。使徒とは何か、そして人類補完計画とは。謎めいた物語が多くのファンを引きつけた。それに君の仕事はこれだけではあるまい。人類補完計画、これこそが君の急務だ。嫌なことには目をつぶ。またキャラクターたちの複雑な家族関係や心理的葛藤を細かく描いたことが、当時の若者たちを深く感情移入させることになった。ほら、また逃げてる。
しいことだけを数珠のように紡いで生きていられるはずがないんだよ。特に僕はね。楽しいこと見つけたんだ。楽しいこと見つけて、そればっかりやってて、何が悪いんだよ！そして迎えたテレビ版の最終回。そこでは期待された謎の解明は行われず、碇シンジの心が回復していく内面のドラマが描かれていた。この結末はファンの間でも賛否両論、大論争に発展した。僕って何なんだ。1997年には劇場版が公開され、物語は完結した。しかし人類補完計画をはじめとする数々の謎は残された。わからない結末を推理することも新世紀エヴァンゲリオンの大きな魅力だった。今改めてご覧になっていかがですか？はい、もう10年も経ってるんですけども、なんか新鮮に見えましたね。滝本さんはエヴァにハマった世代ですか？高校の頃ちょうど、生放送リアルタイムで見てまして、でそれ以来なんですか、もう僕の人生とは切っても切り離せないぐらいにハマった感じですね。未だにエヴァは引きずってますか？たまに未だに1年に1回ぐらいビデオを全巻見返したり、なんかよく世界設定が複雑で深いところが新しくて面白いってよく言われたんだけど、今見るとね、なんか違うような気がしてるはしてるんですね。実はもっと根幹の王道としてのロボットアニメ、あと少年物語として面白いっていうのがこの作品の魅力なんじゃないかなって気がしますね。王道なんですよ、逆に言うとすごく作りが、特に最初の初期の頃ね、私はこの作品を、なぜかパイロットで 1,2 話という形でね、もう見てですね、感想を、求められた、あるイベントでこう見せてもらって感想を求められて、どうですかっていうふうに言った時に、この質でこの絵の質とそれからストーリーのこれだけのもう最初の時からドーンと出すもので20何話作る気ですかと、一社制作でと、それは無理でしょうどこかで崩れるんじゃないですかっていうふうに言って、当たったことは当たったんだけども、あそこまでとは思わなかったんで、大槻さん今の意見はいかがでしょう？1,2 話、見た時はなんか、当事者であることの感激と同時に恐怖が襲ってきました要するに今のそのテレビのアニメーションっていうものに対して、安野さんやガイナックスのスタッフや、僕が考えたことはやっぱり風穴を開けたいと、そういうスポンサー至上主義の考え方に対して風穴を開けたいと、要するにクリエイターが作りたいものを作って、それを視聴者に見せたらどういう反応が起こるんだろう、みたいなのが根本にあったんですよね。まあしかし本当に大反響のあったアニメなので、視聴者の方からのメールもたくさんいただきました。すごいですよね。いくつかご紹介したいと思うんですが、渚の少年さん、10年経った今だからこそ期待します。10年前の熱狂の中でのエヴァを取り巻く言説はどこか地に足がついていない印象がありました。10年過ぎた今だからこそできる議論を期待します。これプレッシャーかかりますね。いや、もう今日は OK、大丈夫ですか？そしてマグさん、私は1981年生まれで、エヴァのテレビ放送時に登場人物たちと同い年でした。当時の私は純文学小説を読むようにエヴァを見ていたような気がします。その頃読んでいた夏目漱石や芥川龍之介と同じレベルで私の中にエヴァは沈殿していて、私の人格の一部を形成しているように感じています、たくさんね、日本中にそういう方がいらっしゃるかと思いますが、今回はですね、皆さんに特に気に入っているシーンを選んでいただいて、それをきっかけにトークを進めていきたいと思います、まずは大槻さんが選んだシーンなんですけれども、テレビシリーズのオープニングアニメ、じゃあ見てみたいと思います、はい、VTR の振りをお願いいたします。じゃあ VTR お願いします。
楽しいんです。オープニングとしてはかなりかっこいい、かっこいいですよね、僕はもっぱら歌作ったっていうだけなんですけどね、うん、まあ、あのこういう画面がついて非常に興奮したのを覚えてます、うん、はいはいはい、音合わせでキャラが出てくるところって、はい、まあ、あのそれまでだと、まあ、富野さんとか割と好きでやったりとか、うん、割とオープニングのアニメの伝統をこうギュッと圧縮して見せてくれたなっていうあれですね、だから技のデパートみたいな、うん、これアフレコ の、はい、あの、まあ、1回目とか2回目は、うん、あの私たち声優 もう全然この先この話がどうなるのかとかもう全然先が見えない中であのオープニングができましたのであの、うん、ぜひこれをご覧ください。そして、うん、あの世界観をちょっとあの、うん、これであの分かってくださいみたいな感じで、はい、大月さんが興奮してあの持ってきてくださったのを覚えてます、はい、でアフレコのスタジオでみんなでこのオープニングを見て、はあ、すごいかっこいいって思って、うん、一気にみんなのテンションが上がって、あの当時明らかに世界で最先端の映像でしたよね、はい、絶対見たこともないようなものだったから、うん、大月さんそういう意識はありましたか。思い入れあったんですよね、そのアニメの主題歌っていうの、はい、だからもっとこう次元の高いもと、うん、ものあの音楽的に精度の高いもの、はい、だけどカラオケって歌えるもの、うんうん、鼻歌で歌えるもの、うん、有線から聞こえてきて、うん、普通の一般の歌とも溶け合うもの、いろんな自分の中でテーマあったんですよ、で僕はこれに関してあの全て 99.9% 安野さんが、うん、あのエヴァンゲリオンは好きに作っていいと、うん、で歌は残念ながらあのみんなで考えて作るもんじゃないんで、あのそれだけは任せてくれと言って、あのもしあのつまんない歌ができたらあのいかなる責任も取るからって言って、実はこれに関して、作詞家さん作曲家さんアレンジャーさん歌い手さんとあとアニメのスタッフさんは一切合わせてないんですよ、で全部自分でそれで、できた時点 でもう歌も入れました、うん、もうダメならダメでいいと、うん、全部捨てるからって言って安野さんとあの正幸さん鶴巻さんあのメインの監督さんたちに聞いていただいて、はい、いやなかなか面白いと、まあ、若干のクレームはいただいたんですけど、うん、でじゃあこれで行かせてくれと、うん、それでできたんですよね。小谷さんはどうご覧になってました？なんか今あの見直してみると、なんか全部ストーリーとかあれが分かってて作ってるような感じですよね、だからあの時に出たエピソードの一つ一つが全部凝縮されて今入ってるから、なんかあの計算され尽くした作品のオープニングテーマみたいな感じでもう出来上がっちゃってるみたいな感じですよね。と思って安心させていたな。エヴァってあの見てる人を平伏させる作用があって、見れば見るほどオープニングとかを見直すと、あここまでもう作る人あらかじめ考えたんですか、参りましたっていうすぐこう平伏する気分になっちゃうじゃないですか。では続いて宮村さんの選んだシーンを見てみましょう。第9話の初号機と1号機がユニゾンで使徒を倒すシーンということです。第9話、VTR の振りをお願いいたします。はい、VTR どうぞ。どうしてこのシーンなんですか？はい、
アスカが出てきて、でそのかっこよく敵を倒すあの一番いいとこなんですけど、普通だったら戦いのところなので、あの爆発音がしたり、うん、あのロボットの音がしたりするはずなんですけど、あそこ全部音楽になっちゃってるんですけど、台本ではセリフがあったんですよ、うん、ちゃんと、だからそうだったんですか、うおーとか、あのシンジ君とあれはシンクロして戦ってるんですけど、そのシンクロしながらさ最後のライダーキック、ね、ダブルライダーですね、はい、あのシンジ役の、あの尾形さんと、シンクロしているので、あの寸分たがわずに叫びを言ってくださいって言われて、でそこを何回もリテイクしたんですよ、なのに使われてなくてふざけんなよと思ったんですけど、まあ、そういうあの細部にまでこだわるんですけど、結局最後はそれかよみたいな、あのいっぱいスタッフさんも泣かされたことが多いんじゃないでしょうかね、うん、監督が本当にこだわる方だったので、はい、ダビングってあるじゃないですか、普通の人が使うダビングじゃなくて、はい、アニメ業界で音と絵をミキシングすることをダビングって言いますよね、うんうん、あのダビングの時ぐらいにやっぱ決心できるんですよ、これは音楽だけでいけるって、その時には多分心の中で声優さん手を合わせてごめんねって謝りながら抑えで切っちまえって、うん、使われてないのはいつ知ったんですか、オンエアですね、すごいあの新人役の尾形さんと苦労して、もう本当に寸分たがわずに、うん、あのうわーっていうのを本当に何十回もやらされて、まあ、やらされることが仕事なのでいいんですけどもね、はい、監督には言ったんですか、あそこ使ってないですねって言いました、そしたら何て言ってました、うんぐらいですね藤井さん、エヴァの声優陣はいかがですか、まあ、バランスがいいと言いますか、ですね、林原さんってその当時、例えばスレイヤーズっていうすごいやっぱり元気のいいあのリナという主人公をやってた方が全然すごいあの無口な神秘的な女性キャラをやるとか、セーラームーンで出ていた尾形さん、あの中性的な魅力だった尾形さんをあの少年役に起用するとかですね、そういう意味 でまあ新人という宮村さんがいてっていう、あので逆に、碇源とは立木さんベテランの方がいて、しかもあの放射の冬月が、清川元夢さんといって、あの庵野監督がずっとあの登場してもらっている方にいるという形で、割とこうなんて言うでしょう、バランスがいいというか、全体の世界がうまくこう固まっているようなキャスティングだと思いましたけど、滝本さん、何か印象に残っているセリフはありますか、うん、印象に残る、やっぱりこう逃げちゃダメだとか、そういう、テストとかよくなんだろう、締め切り前とかになると、頭の中で逃げちゃダメだ、自然と繰り返されますね。アスカのセリフだと何かありますか、うん、これもですね、やっぱりあんたバカそうだよ、バカだよ俺はバカだよいいな続いては滝本さんが選んだシーンを見てみたいんですが、はい、うん、第4話と劇場版25話のシンジが落ち込んでいるところだそうですでは滝本さん、 VTR の振りをお願いします、はい、VTR どうぞ。エヴァのスタンバイできてるわ、乗る？乗らないの？叱らないんですね、家出のこと。当然ですよね、美里さんは他人なんだから。だけど綾波は美里さんや律子さん、いい加減にしなさいよ、人のことなんか関係ないでしょ、嫌ならこっから出てきなさい。だったらしっかり生きて、それから死になさい。このシーンを選んだのはどうしてなんですか、はい、ですね、やっぱり、シンジ君は主人公なので、ヒーローじゃなきゃダメだと思うんですよ。それでああいうあのもうやだ死にたいとかやってられないとか、そういうシーンがとてもこうヒーローらしくて尊敬したという。ほー、
自分を重ねるようなところもあったんでしょうか。あの新宿の状況に立たされた場合、100人中100人が、よし人類のためになんかかっこいいロボットに乗って、なんだすぐ隣には美少女がたくさんいてかっこよく戦うぞと思うと思うんですが、シンジ君は全く戦わず逃げようとするんですけど、この場合逃げたりする方がはるかに辛いというか大変だと思うんですよ。でそれなのに逃げるというのは偉いな、偉いつまり何ですか、地球の運命とか正義のためにとかいうより中学生の僕の心の個人的な悩みの方が重要なんだ、だから俺は逃げるんだというふうにして逃げて、結局劇場版の最後まで彼は全く戦わず逃げ続けるわけですが、それがとてもかっこいいなと思って尊敬しました。あれですよね、戻ってきてもいわゆる普通は行って戻ってきたら成長してたりするんですけど、あまり変わらず似たようなというか、さらに状況が悪くなってもう一遍同じことを、テレビだと2回か3回繰り返しますよね。あれはある意味画期的というか、画期的ですよね。それまでは普通はなんかああいうエピソードだったらそれは成長エピソードだって思いがちだけど、そうしなかったのはすごい、あれですよ、特徴ですよね。そしてこれがこう物語の根幹に関わることで、とにかく成長しないで逃げ続けるというのが、なんだろう、物語に対して嘘をつかない誠実に、途中でこうシンジ君が強くなったり、よし戦うぞみたいにやったらまるっきりこう嘘くさくなるというか、で最後まで逃げてくれたことに対してとにかく深い感謝の念と尊敬。ちょっと僕異論があるんですけども、シンジ君は逃げたんじゃないと思うんですよ。逃げたんだったら4話で逃げれるはずなのに、同じとこぐるぐる回ってたり、ネルフの近所になんかこうキャンプ張って泊まってたりしますよね、あれ逃げたんじゃなくて拗ねたんですよね。つまりこう、画期的、普通にもう俺エヴァ乗らないとか言って、逃げるのではなく、ああもうどうしよっかなとぐるぐる、そのぐるぐるっていうのが、いかにもすぐに捕まえてくれそうなところで逃げる感じが僕は拗ねたんだっていうふうに思って、小谷さんはシンジは逃げたっていうふうに見ましたか。逃げるっていうか成長しない子、あるいはその成長してじゃあ一体何になるかっていうと、アムロの場合だったらやっぱりその一人前の戦士になること、戦うことが男になることと同義になってるのに、碇君の場合はそうじゃなくって、男にならないんですよね。だからそこがね、なんか今まで の男のヒーローとちょっと違うかなみたいな感じはしますよね。成長しない理由って多分このアニメが本質的にエンターテインメントを目指してないからだと思うんですよ。純粋だでしょ、だからこれって文学なんですよ、どう見ても。だからよく文学のが影響を受けたとかよく言うんですけど、そうじゃなくて本当にこのアニメエヴァンゲリオンの作品自体が僕はもう文学だと捉えてるから、これを文学と捉えられないところが日本の文学界のダメなところで、芥川賞とかを上げないところがダメなところです。芥川賞上げればよかったんですよ。そしたら日本の文学絶対成長したから。エヴァに芥川賞ですよね。エヴァに芥川賞が一番正しいんですよいやエンターテインメント界というところというのが、純文学みたいなものがうちの中に、まさかねこの業界の中に純文学的なものが入って成功するなんて絶対思わなくて、つまりそのアニメというのは完全にエンターテインメント、こちら の視聴者の方が王様で、我々をさあいかに楽しませるかと思ったら、そうじゃなくて一歩も二歩も踏み込まなければ、つまりその作者の内面に踏み込まなくちゃいけない世界っていうのがドーンと展開されたっていうんで、みんなびっくり仰天したんですよね。感動とかなんとか違ってびっくり仰天だと。エヴァは純文学だと思ってました、いやそんな文学とか純文学だとかいう話は今ここでああっていや、純文学だと思うと、あの騒ぎの辻褄が全部合うんです。純文学とかそうかな、そうかな、そうか、文学でそんな騒ぎになったものってないじゃないですか。いやだからそれはないじゃん、純文学が騒ぎになったら。30年間なかったから、だからエヴァが純文学として衝撃を与えたんでしょ。30年間みんな純文学というのは文字で小説だと思ってたから、思ってたんですよみんな。純文学売れなくなってきたから、ところが売れなくなってしばらく経ったから、これっていうのがものすごい新鮮に見えたんですよね、バーンと。だからもし文学じゃなくてエンターテインメントだったら主人公って成長してるんですよ。ドラえもんですらジャイアンは劇場版で成長するんですよいいやつになるんですよ。で主人公が成長せざるを得ないのがエンターテインメントの、宿命であり長所であり欠点なんですよね。いや、エンターテインメントじゃ出会っても成長しないことはできますよ。
か物語的にはエヴァは十分にエンターテインメントの手法で作られていると思いますよ。手法は僕そう思いますよ。だから書かれている内容が小説的にグダグダ回っててもエンターテインメントであることはできるし、エヴァはエンターテインメント、確かにエンターテインメントだと思いますよ。だから純文学とエンターテインメントが両立するっていうふうにエンターテインメントの人たちが思ってなかったの、ところがちゃんと純文学だってみんな読んでワクワクすることもあるし、それからそこでもってこうなんとか萌えということもね、できるしということにようやく気がついた、それだけ視野が広がったということですよ、この作品で。滝本さんはブームの当時、関連本とか読まれました？読みました。どれぐらい読みました？出てるのは大抵読んだんですけど、あとエヴァに関する記事とか、たくさん読んだんですけど、何ですかね、なんだろう、当時こういう番組とか、テレビ番組とかは少なかったんですけど、そういうのを見て高校生とか大学生だった僕は、なんだこのテレビとかに出て、分かったことをようなことを言ってる、クズどもは俺が純文学的な俺が一番世界で一番俺がエヴァを分かってんのにこいつら何たわごと。そういう人が100万人ぐらいいたんです。だって少し1年ぐらい前でしたら、なんだろう、飲み会とかで、飲み会でエヴァの話が出ても変なんですけど、エヴァ劇場版ってなんか結局なんか失敗作だよねとか言われた瞬間、ガン、お前に何が分かるんだこの野郎、ぶっ殺すぞこの野郎お前ごときにエヴァの素晴らしさがわからない、お前なんて死んでしまえ、というぐらいにこう怒りが、こういう術ってのいや、今の滝本さんの成長するでちょっとさっきのシンジが成長の話を思ったんですけど、エヴァって成長してもどこ行くかよくわかんないんですよ、あの世界だと。アムロって一応戦場があって社会があって一応頑張ってる大人がいるんで、そこの一員になるっていう、こう成員になるっていうことで大人のイメージがあるわけですけど、エヴァって大人って冬月先生のとお父さんしか、ほとんどいなくて、でもあの世界に大人いないですよね。そうで他もほとんど大人、一般社会みたいな描写はないくて、第三神東京市も結果的に人のいない町なので、エヴァってあの環境神事が卒業というかした時にどこ行くかって言った時にネルフに就職みたいなことしかなくてそれが見えないから、その、成長させようがない構造に最初からなってるっていう気はちょっとしたんですよね。では続いて小谷さんの選んだシーンを見てまいりましょう。19話、暴走したエヴァンゲリオン初号機が使徒を食べてしまうシーンです。では VTR の振りをお願いします。はい、じゃあ VTR お願いします。エヴァ再起動、装甲版ではないの。エヴァ本来の力を私たちが抑え込むための拘束具なの。その呪縛が今自らの力で解かれていく。私たちにはもうエヴァを止めることはできないの。小谷さん、なぜこのシーンなんですか？いや、気持ちいいじゃないですか何が？いや、あのね、この19話の前に玄道の前で僕はエヴァに乗りますって言って乗ったんですよね。そしたらもうものすごくこうわけのわからない人にやられちゃって、それでシンジじゃなくてエヴァの方が勝手に暴走し始めてですね、それで怪物化しちゃうっていうシーンなんですよね。だから私の目から見るとエヴァってシンジ君のお母さんの細胞がこう入っていて、魂が入っていて、男の子がもう全然男にならなくて戦えないのに女の人の方頑張ってんじゃんとか思って拘束具を外すぐらい、女の人をこう縛ってるような拘束具を外すぐらいパッと弾けて、それで暴走していくっていうところに何かある種のすごいエネルギー感じて、それでこのシーンはもう好きで好きでたまらないんですね。非常にスカッとするシーンだったんですか？まあ、私的にスカッとしたんですけど、男の人が見て気持ちよかったかどうかは、もうやめてくれ。僕ら見るとやっぱ燃えますよ、やっぱあそこは。つまり鬱屈してた主人公なんだけども、絵が暴走してくれるからすごい楽しいし、小谷さんにちょっと伺いたかったのは、ただエヴァの中でお母さんとか女性って割と主人公を誘惑する
なんて悪いポジションというか、うん、割と本人たちは辛い境遇に置かれているにもかかわらず、主人公をそこへ閉じ込めようとする役を担わされてて、割と怒り言動に甘いじゃないですか、うん、っていう感じがするんですよ。その辺ってどうご覧になってたんですか。うん、まあだからやっぱりその女の人がああいう世界で生きていく時にはですね、体も心もバラバラにされてシステムの中に埋め込まれちゃって、でそれでその状態でまあその怒り言動を盛り立てていくような方向でいかなきゃいけないし、まあシンジ君って閉じ込められたプリンスですから、プリンスをこう甘やかして、そしてあのいい子いい子しながら戦わせるように仕向けなきゃいけないはずだったのに、なんかうまくいかなくなっちゃって暴走しちゃうっていう、うんうん、そういう感じ、うん、滝本さんの好きな女性キャラは誰ですか。はい、綾波レイですね。大抵あの、男性の視聴者は綾波レイが好きだと思うんですが、やはり綾波は大好きですね。どうしてどうして。これが言葉では何とも説明できないんです。なぜかと言いますと、人を好きになった理由を口で説明できないじゃないですか。いや、そこは物書きとして言語化するとどうなんですか。だって、綾波ですよ。いいな、今の。よくわかりました。好きになるに決まってるじゃないですか。ではここでエヴァンゲリオンの魅力をさらにもう一歩深く踏み込んで楽しむためのコーナーをご覧いただきます。アニメ一筋30年、氷川隆介がアニメの技術を徹底分析、アニメマエストロ。新世紀エヴァンゲリオンテレビ版の最終回、そこでは期待された謎の解明ではなく、主人公シンジの内面描写が様々なアニメの技法を駆使して行われた。賛否両論の最終回、氷川隆介の大胆な解釈をあなたはどう見るか。これも一つの世界。はい、こんばんは、アニメ評論家の氷川隆介です。今夜はですね、まあ、エヴァンゲリオンといえば、まあ、これというテレビ版の最終回、まあ、そこで非常にいろんなアニメのですね、技法が出てくるんですが、あれが何だったのかということをですね、まあ、あの私なりの解釈をちょっと述べてみたいと思います。で、劇場版が出てきて分かったんですが、劇場版ではですね、人類補完計画の、まあ、事件としての補完計画が描かれているんですが、まあ、テレビ版はですね、まあ、シンジ君がうじうじうじうと自分は何、世界は何って悩んでて、まあ、全く同じ事件が描かれているとするとですね、まあ、あれはテレビは要するに物語としてはシンジ君補完計画だということができると思います。で、その一方でじゃああの線画になってしまう絵は何だというとですね、まあ、これは私の考え方なんですが、あれはもしアニメというものがですね、自意識を持って自我を持ってアニメがアニメって何だろう、僕はアニメなんだけどアニメって何って考えていくと、まあ、ああいう映像になる、まあ、いわばアニメ補完計画じゃないかというふうに思ってます。じゃあその証拠を映像を使って説明していきたいと思います。まずこれがですね、普通のエヴァンゲリオンの映像なんですが、まあ、キャラクターはシンジ君というこういうセル画のキャラクターで描かれていて、世界はこう画用紙に描かれた背景画という世界がまあ背景なわけなんですよね。で、これが最終回でどうなってるかということをちょっとビデオを使って説明したいと思います。じゃあビデオお願いします。で、これ最終回、まあ、あの25話26話、まとめて最終回だとすると、これ最終回の映像なんですが、全く背景ないですよね。だからこれ世界を喪失してしまったアニメーションの映像なんですよ。だからシンジ君はもう自分のもうキャラクターだけになっちゃって、シンジ君は何だって考えてるのと同様に、アニメーションと映像が俺アニメなんだけどアニメって何だったんだっけ、世界はどこ行っちゃったんだっけって考えてる映像がこれだというふうに考えることができるわけです。じゃあそのシンジ君が一人になった時にキャラクターが今度次どうなるかっていうと、僕はアニメなんだけど、あ、アニメって自分は絵だったんだって、これが気がつくシーンなんですよね。で、これはマーカーとペンで描かれてるんですが、アニメだってセルって人間に見えてたかもしれないけど、実はこうペラペラの絵なんだっていう形で、絵になってしまう、まあ、これがこのシーンだというふうに考えられます。じゃあこれが次にどうなっていくかなんですが、でさらに今度色までなくしちゃって全部線画になっちゃって、何枚かの置き換えで、まあ、これペーパーアニメっていう手法で、まあ、よく実写アニメはこういう手法で作られるんですが、まあ、本当に今度はもう塗ってる影もなくなっちゃって、地平線はもうただの線とかですね、こうどんどん喪失感がなくなっていって、アニメが根源的に、まあ、線だけでできている、まあ、アニメってみんなこう線で描くん でさらに今度は線が意味もなくしちゃって抽象的なものになっちゃって、もう根源的なこう記号になってしまって、で、まあ、魚になったりして一瞬形を整えるんですが、その意味もなくなっていく、まあ、こういう形でアニメが自分が自分として何なんだろうと言って、アニメが自分のことを考えた時にどんどん自己崩壊していくっていうのと、シンジ君が自分が何だって言ってこうやってパッと気がつくんですが、アニメの表情、こう気がつく表情だってただの記号で、これだってシンジって分かっちゃうでしょっていうような、まあ、そういうような形で映像が自分語りみたいなことを始めてる、
まあ、これがエヴァの最終回の映像なんじゃないかというふうに思ってます。でその究極のものがですね、まあ、最終回の、まあ、最後の方でこれアフレコ台本なんですけども、アフレコ台本だけが映ってて、ここに声優さんの声がパッパッと被ってくると、それだってアニメじゃないかっていうのですね、まあ、ちょっとこれ一種の皮肉が混じってると思うんですけども、そういうところまでアニメがアニメっていうのが何なんだろうっていうことと、それからもう一回それがアニメが自分を取り戻した時に、まあ、いろんな可能性があるっていうふうに気がついていくっていうのが、まあ、シンジ君の自分語りと全く同期していく、まあ、そういうアニメ補完計画が実はテレビ版の最終回だったんじゃないかというのが私なりの仮説です。以上アニメマイストのコーナーでした。氷川さんありがとうございました。なるほど、そういう見方もあるんですね、うんうん、あの月さん、エヴァンゲリオンは今のシーンみたいに実験的な手法が多いですけれども、当初からそういう作品にしようと思ってたんですか？それはあったですね、うん、なんかあのメインのスタッフが、みんなあの ATJ が当時の、あの70年代後半80年代前半の ATJ 映画とかみんな好きで、あの仲間内でよく終わった後飲んだりとか、あの汚い居酒屋でね飲んだりしたら、その時に実はアニメの話って全然しないんですよ。その ATJ 映画の話とか、あとテレビのドキュメンタリーの話とか、ああいうの新しいよねとか、例えば NHK の番組のあれ面白いねとか、そういう話なんですよね。だから何らかのそのアニメを模倣するとか、なんかアニメの話っていうのは全然しなかったですね、それはよく覚えてます。宮村さん、エヴァンゲリオンの後半の、はい、あの録音の時の雰囲気ってどんな感じでした？そうですね、最後の方はですね、もう、まあ、1話2話のペースであの絵が全部入ってるとかではなくて、もう台本もできてない週とかありまして、はい、あのいつもアニメのアフレコは1週間前に台本が渡されるんですけども、うん、まあ、1週間前には台本ができてませんと。で当日の台本が来て、でフィルムもあの、まあ、オンエアされるのは絵が入って色がついてますけど、あのもう全然色がついてなくて、コンテ撮って言ってコンテが映ってたりとかして、そこにこう線が流れるんですけど、その線が流れてる間はあの赤色はアスカとか、うん、あの黒はシンジとか、そういう風にだからアフレコして、あ今回も線が多いなと思って、最終回見たらそのまま流れてたから。秋元さんは最終話をどんな風に見ました？確かですね、僕はその頃高校生で、学校が終わってから、渋谷君と大倉君の家に行って、渋谷君と大倉君、はい、みんなで見てたんですが、なんだろう、記憶が残ってないんです、そのポカーン、衝撃で、いや何なんだろう、空白が、記憶に空白が、ポカーン。続いて藤津さんの選んだシーンを見たいと思います。はい、劇場版26話の実写映像のシーンだそうです。では VTR の振りをお願いします。どうぞ。では VTR どうぞ。まあ、今のシーンそれぞれにもあの本編になんつうのストーリーに絡んで意味があると思うんですけれど、そもそも実写シーンがなぜ必要だったのかっていうのがここで僕取り上げた理由なんですけれど、あの日本のアニメってリアルってことをすごく大事にして、まあ、あのこう進化してきたんですね。でそれリアルっていうのは何かっていうと、いろいろ解釈あるんですけれど、一つは記号が集積した絵に過ぎないキャラクターに生々しさを感じるっていう要素が一つあって、これって実はかなりこう矛盾というか盗作した要素なんですけれど、その記号の操作で生々しさを喚起できないかっていうのは、その日本のアニメの進化の一つの課題だったと思うんですね。でエヴァの場合ってそのキャラクターは比較的漫画チック、まあ、かなりリアルにも描ける優れたキャラクターデザインなんですけれど、あのそれに対して割とエキセントリックな死とか狂気っていう要素を入れることで、あの主人公たちの追い詰めて切迫感を出すことで生々しさ絵を得てきたわけですけど、その先っていうんですか、そこまで行っ
て、かつしかしじゃ あのその先に何があるのか、どういうその先にリアルが作れるかといったときに、やっぱり絵は絵でしかないっていうのが出てきたと思うんですね。もうこれはもう人間でやらないと到達できない生々しさを求めちゃったっていう、その、アニメでやってたはずが結果的にそれはあの実写でないとダメなんじゃないかっていう、その裏返り方っていうのが特にテレビ版から劇場版の大きな多分変化で、そこがまあ一番面白くて、逆に、それは後の庵野監督がラブ&ポップや色実でその自分なりのリアルを追求していく転換点でもあったと思うし、あのそういう意味でここの実写シーンを選びました。うん、宮村さん、あの実写シーンには出演されてたんですか？はい、してました、はい。まあ、声優としてあのエヴァに出演させてもらっていて、であの、まあ、事務所から実写パートを取るんだと聞いた時は、うん、なんでと思ったんですね。で今あのおっしゃったようなあの監督の中にそのリアルを追求するとかいうことをですね、あの監督ご自身はあの考えてらしたかどうかは分からないし、また私たちにあの声優役者陣に語ることもなかったので、なぜって思いながら、行きました。あのテレビドラマとかの役者さんじゃなくて、なんで声優さんにさせるのかなと。でその辺の説明も何もないし、そういう監督 の, あの 99.9% 思い通りあのいろんなことをさせてあげようとしたプロデューサーが本当偉いなと思います。はい、あの時も私あの大月さんにあの監督 の, あの意図がよくわからないんで、もうどうしたらいいですかとかあのいろいろあの相談したんですけども。大月さんはあの監督の意図は 100% 理解してたんですか？いや、そういう相談はないですね。一番あれだったのが、はい、あの公開が春で、はい、映画が公開するできなかった、で夏に公開する、うん、まあできましたみたいな、凄まじい実に1年だったんですよね、実は。で今あの、まあ、皆さんあの純文学っておっしゃってくださったんだけど、僕らのやってる動きがなんかやっぱりこんなこと言っていいのかな、やっぱり純文学っぽかったですよ。とりあえずだから走り抜けなきゃなんない、とりあえず映画公開まで持ってかなきゃなんない、いろんな蓄積ありましたよね。私はあの長野のボロアパートに住んでたんですけど、夜中の窓全開して絶叫しましたからね。もう極限状態なんですよ、ね、ですなんで絶叫したんですか分かんないですよ。最後に唐沢さんの選んだシーンを見てみましょう。劇場版26話のラストシーンだそうです。 VTR の振りお願いします。うん、見ますか。まさに、エヴァンゲリオンという作品が、騒動を巻き起こし、10年後の今に至るまでこのような番組を作られる、いろんな人間がいろんなことを言い、そしてあの、まあ、言ってみれば純文学とするという意見が正しいとするならば、一人の庵野秀明という人間の中の内面を覗き込もうとしていたという行為、それにいろいろな理屈をつけて、あの自分が正しい正しくない、またそれをあの私や岡田さんみたいにある程度クールに眺める、全てのものをひっくるめてこのセリフ一言に象徴されているような気がします。あの言ってしまうとエヴァンゲリオン の, あの本質っていうようなものは、それまで与えられるのが当然と思っていた若い世代が与えられないことの快感というのに気がついちゃったことなんじゃないか、少なくとも与えられるべき回答が与えられなかった、それから楽しませてくれるべきエンターテインメント性というのは欠落していた、そういうようなものの中ものを、その欠落というものに自分の何心の中の何かというものを、保管して、そして完全な作品にした時にそれは完全に自分一人の自分の中のエヴァンゲリオンになる、その作業を多分10年間
エヴァンゲリオンにハマった、エヴァンゲリオンに見入られた人々はずっと続いていて、そしてそれは自分の中では非常に充実した、自分の中内部においてはとても楽しい10年間だったかもしれないけれども、でもある意味他人から見ればそれは気持ち悪いと言われて仕方のない行為であったということ、それがだから悪いというんじゃないですよ、でもそういうことで自分自身を見つめ直すという見方をね、させてくれたような、あの作品だったというふうに僕は思います。滝本さんは、はい、あのシーンと今の唐沢さんのご意見いかがですか。はい、確かに気持ち悪いんですが、気持ち悪いな、気持ち悪くていいじゃないか、だって気持ち悪い、気持ち悪いですよ。そうです、いいんですよ気持ち悪くて、いやでも気持ち悪いのはダメですよやっぱ、気持ち悪い気持ち悪いのはダメですよ、気持ち悪い人は死んだ方がいいですよ。そんなこれから、これから家に帰って10年間僕は何をやって暮らしてきたのか見つめ直します。まあ、安野さんの個性っていうものがね、その方で出してちゃんとその人間にいろんな受け止められ方をするだけの重みはあったんだろうけども、ただそれをスタイルだっていうふうにして、その後エヴァンゲリオンのその大ヒットのゆえにエヴァンゲリオンに影響を受けちゃった作品で、とにかくこのように難解にする、難解っぽい感じにするとか、暗くするだとか、主人公を主人公らしくなくするだとかっていうような、それからあと謎を多く出してそれに解決を与えないだとかという、そういうようなエヴァンゲリオンのいろんな語られたところを寄せ集めて作ったような作品が多出して、アニメばかりではなく、小説にもあり、それから特撮とかそのいわゆる映像作品というものにもたくさんありという形で、これのなんていうのかな、エヴァンゲリオンというのは素晴らしい作品で、それの評価というのは私はかなり高いんだけれども、ただしこれができた時に私が危惧したのは、これの形状ばかりを取り入れれば成功するんだというようなかぶれというような作品がね、いやもう出てくるんじゃないかなと思った危惧は、残念ながらこの10年間当たってたようなね、そのような気がします。いや、まあ、でも実際見てると似てなかったりするんですよ、ね、いやでも大体これがエヴァの影響って人も済ませられちゃう、ね、いやむしろその小説の方、いわゆる世界系って言われるのはエヴァの影響は強かっただろうと思うんですけど、うん、何かっていうと、それからエヴァからこの全部を取ってきてっていうのは、うん、エンターテインメントの中にエヴァ的な要素をちょっと入れようみたいなね、そういう姿勢というものはいろいろ、特に特撮系では名前を出していいのかどうかわからないけれども、それで打ち切りになっちゃったような作品とかいろいろあるじゃないですか。でも形にならなかった、それまでの例えばこう引きこもりとか、うん、世界系とか戦闘美少女とか、まあ、美少女が戦うとか、うん、そういうものをこうはっきりとした形で表して、こういうのが今の問題であるよっていうのは95年のあの時点でね、うん、出してきて、それであのどっちかというとそれがあの、あ、言われて初めてそのテーマに気がついたっていうのは、その後それにその気がついたことで何かもっと良い作品とかね、そういうものがどんどん生まれてくるんだったら、それはあのいい混乱であり、いいあの現象だと思うんだけども、どうもその未だにその混乱とか混迷のみが尾を引いているような、うん、宮村さん、皆さんのお話を聞いてていかがですか。はい、うん、あのなんていうか、エンターテインメントの話が今ありましたけど、うん、私も監督っていうのはあのもうこう話を決めててとか、こうやりたいんだっていうことがあって、それをこうやりたいからこう表現してほしいんだよっていうことをなんか伝える人だと思ってたんですけど、まあ、この最後の気持ち悪いっていうセリフもそうだったんですけども、あの監督があの投げかけてくるんですよ、うん、あのこういう時あのこう思ったらあのどう思うみたいな、それは私、うん、アスカ、宮村陽子だけじゃなくて、うん、あの他の役者さんにもみんなそういう風にあのこういう時こういうことされたらじゃあどう思うとか、あの私の場合はこの最後の気持ち悪いっていうセリフはあの最終回のアフレコ撮ったのにあのダメです、もう一回撮り直しますっていう風にあの事務所から言われて、であの私一人だけ最初残される予定だったんですけども、あの掛け合いであるあの新次役の尾形さんが、うん、まあ、掛け合いなのでセリフがあの一緒にやるってことになって、で二人居残りみたいな感じで呼ばれて行って、で、まあ、最後のセリフは本当は気持ち悪いじゃなくて、とあんたなんかに殺されるのは真っ平よだったんです、うん、けど、まあ、最後何回もそれを言ったんだけど、まあ、違う、そうじゃないんだ、そうじゃないんだって言って、で、まあ、ちょっと長い休憩になって、私と尾形さんもどうしたらその監督の思うようなことがね、なんか表現できるんだろうねとか言って、あの首絞められるところなんて本当に尾形さんが私にまたがって首絞めたぐらい、なんか本当に監督からの要求がすごい難しくて、リアルを求めてたのかな、うん、でその最後のセリフに関してはですね、これは言っていいのかどうか分かんないんですけども、あの
もしアスカとかじゃないんですよ、いつも言われることが。もし宮村が寝てて、部屋で、自分の部屋で一人寝てて、窓から、知らない男が入ってきて、うん、で、それに気づかずに寝てて、で、いつでも、襲われる、ような状況だったにもかかわらず、その襲われないで私のその寝てるところを見ながら、さっきの信二のシーンじゃないですけど、自分でオナニーされたと、うん、でそれをされた時に目が覚めたら、うん、なんて言うって聞かれたんですよ、うん、もう前からもうなんか監督は変な人だなと思ってたんですけどもうその瞬間に気持ち悪いと思って、気持ち悪いですかねとかって言って、したら、やっぱりそうかとか言って、やっぱりそうかっていうか、あのね、エヴァの作り方として僕それやっぱりねすごい正しいと思っちゃうんですよ。唯一無二なんですよ。っていうのは人類補完計画って言ってるけど、この中でクライマックス向けてやってるのはアニメの作り手補完計画なんですね。つまり最終話に向かって声優、作画、プロデューサーという立場がなくなっていったらどうなるのかっていう壮大な実験をテレビシリーズやりながらこいつやろうとしてたんですよ。とんでもないこと、多分それを目指してたはずですね。なのこいつってごめんなさい。なので庵野監督がやってほしかったのは、自分の意図、やってほしいことを伝えることじゃなくて、自分と同じ問題を悩んでほしかったんですね。その意味ではとことん自分と同じ、監督と同じ立場に全員が立った地平を目指したいと。それが何だろう、でその最終回のとか劇場版に至ってはそれを見てる人間までがエヴァンゲリオンの問題というのをどうなるのか一緒に考えると、地平にまで行くと、そこまで行くと完全に見てる側も作る側も個々のスタッフも全て融合した状態になるっていうのを目指したんじゃないかなと、制作スタッフの思想的な実験までも全部やろうとしてますね。思い出すんですけど、まずこれ代理店さんの方に、持ち込んで、これをテレビでやりたいって言った時に、30いくつだったんだろうな、32、3だったのかな、はい、で僕の応対に出た人はみんなきっちりネクタイ締めてね、年配の方だね、10歳以上上のずらっと並んで、あんたこんなことやったら会社大損して、あんた会社クビになるよって言われたんですよね、真顔で。こんなことやってあんた大変なことになるよ、いくらあんた会社に赤字出すの、責任取れんのって複数のネクタイ締めた立派なおじさんに言われて、そういうのが、さっきね唐沢さんおっしゃったけど、このありさまですよね。これはやっぱり NHK 通してきっちり言った方がいいと思う。これがやっぱりねまずいんだな、浅はかだ。少なくとも僕はそういうふうに言われてもこれやった、やりたいと思ったから、それがないね今は。だから一人、この、エヴァンゲリオンという成功例があるから我もというんじゃダメなんですよ。本当に会社ときちっとした世間に気持ち悪いと言われて退治するっていうようなね、そういうやつでやったから、この作品のみがね今に語り伝えられるような、その、唯一無二のものになったんじゃないかっていうふうには思います。エヴァってね、何よりもまず面白いアニメなんですよ。僕怖いのはこの番組でこういうふうにガーッと話してますよ。でみんな本気になるのは何よりも面白いアニメだからであって、今日取り上げた部分はすごいテーマ的な部分中心に取り上げたので、難しいアニメだというふうに思われちゃうのが怖い。何よりもとりあえず面白い SF アニメであり、びっくりするような映像がすごい出てくる、宮村さんが最初に出てくる飛鳥来襲の回なんて、その絵のタッチ、例えばその乗ってるヘリコプターのシートの汚し方の隅々に至るまで、スタッフがこんなアニメ作りたい、こんな映像表現やりたいっていうのがすごい高いテンションで見れて、何よりも心躍る面白い SF アニメだっていうのがエヴァの本質の一つなんですね。でそれと同時に文学性もあったんですよ。だから文学性もあったから大ヒット、メジャーヒットしたんですけども、文学性っていうのはね、悲しいことに超ヒットする文学性っていうのは絶対に時代とシンクロしてるもんなんですね。10年前の日本っていうのはエヴァを切実に必要としてたから、あんなにエヴァがヒットした。だから純文学性、エヴァの純文学性がすごい捉えられて、あれの亜流がどんどん出てきたんですけど、結局エンターテインメントとして面白いなんかロボットアニメ、戦闘アニメを作ろうっていうのはなかなかね、この後ちょっとなんか出にくい雰囲気になっちゃった。どちらかというと難しいのばっかりが増えて、でも何よりもそのエヴァっていうのは面白いアニメであるっていうようなことが中心なので、そろそろもう10年経ったし、エヴァはこの文学性から解放してあげてもいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思いました。はい、今夜のアニメ屋はここまでです。また次回お会いしましょう。皆さんどうもありがとうございました。